皆さん、みんなの日本語クラスへようこそ。今日も一緒に頑張りましょうね。皆さん、こんにちは。ようこです。お元気ですか？今日は皆さんと一緒に第9課の会話の部分を勉強します。大家好、我是葉子老師。今天我们要一起来学习第9課的绘画部分。上节课咱们学习了好きと嫌い。喜欢和讨厌，大家会用日语来表达自己的喜好了吗？那我来提两个问题，大家回答一下。質問1、お酒が好きですか？質問2、日本語がわかりますか？好，给大家一点时间思考一下怎么回答。少し考えてください。よし，我们来看第一个问题，是问大家喜不喜欢喝酒。那如果喜欢的话就应该回答はい、好きです。如果你嗜酒如命，还可以加上一个副词とても好きです。那如果不喜欢喝酒的话就可以回答いいえ、好きじゃありません，或者あまり好きじゃありません。第二个问题，你会日语吗？以大家现在的日语程度来看的话，应该说是懂那么一点，所以呢应该回答はい、少しわかります。怎么样？以后这种问题大家都会回答了吗？ OK， 接下来做两道题，回顾一下上节课的内容。啦啦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 ，なんだかいいこと起こりそう。では、授業を始めましょう。我们首先来学习常用绘画表现。第一句、大家跟我读。残念です。残念です。残念です。也可以说、残念ですね。意思是、真遗憾啊。可以是用来表达自己遗憾的心情、也可以是为对方感到遗憾的心情。比如说、金曜日の晩、ちょっと用事がありますから、残念です。星期五的晚上啊，我稍微有点事情，真的是很遗憾啊。朋友跟你说，私は AKB48 のオーディションに落ちました。我在 AKB48 的选拔会上落选了。这时你就可以对他说，残念ですね。那可真是太遗憾了。好，接下来我们来看第二句。すみません。すみません。すみません。对不起的意思。这个我们在前面的课里已经讲过好多次了，就不再多解释了。咱们跳过，赶紧看下一个。もしもし。もしもし。もしもし。这个词多数是用在打电话的时候，相当于我们汉语里的喂，也可以用来喊别人，引起他的注意。比如你看到前面有个人钱包掉了，就可以喊住他，もしもし、財布落としましたよ。喂，你的钱包掉了。好，这个是もしもし。下一个，啊，啊，啊，意思是啊，一个很简单的语气词，和咱们汉语的啊用法差不多。另外啊也可以表示应答，像是嗨、诶一样，啊要更加的口语一些。好，下一句，一緒にいかがですか？一緒にいかがですか？一緒にいかがですか？一起去怎么样？一緒に一起去做什么什么？いかがですか？我们以前学过的表示推荐建议的一个表达，合起来就是一起做什么什么怎么样？好，下一个，什么什么哇，ちょっと，
前面可以加时间啦、地点啦、人物啦、事物啦，都可以。意思是什么什么稍微有点困难，什么什么不行，是表示拒绝、否定的意思。大家跟我读一下：明天稍微有点困难。明日はちょっと。比如你的朋友邀请你说。この後一緒に図書館へ行きませんか？待会儿一起去图书馆怎么样？如果你待会儿有其他的事情不方便去的话，就可以拒绝说この後はちょっと。哎，话说到这里就可以了。这样说的话，别人就明白你是拒绝的意思了。话说啊，叶子老师上大学的时候，有一天我们老师带来了一个跟我们差不多大的日本女生，然后呢，我跟她聊天的时候，她问我。日本の歌手が好きですか？我回答说大好きです。大好き是非常喜欢的意思，比好き还要喜欢。于是他追问道誰ですか？浜崎あゆみ。我身边有很多朋友都是滨崎步的超级粉丝，不过我当时基本上没有怎么听过他的歌，对他没有什么特别的感觉，所以当日本女生这样问我的时候，我就很自然的头一歪，露出有点为难的表情说あゆみはちょっと。突然，日本女生露出很吃惊的表情，说："你真的很像日本人哎，你真的没有在日本待过吗？"我很得瑟的回答："没有啊。"其实跟大家说这个小插曲，也是为了跟大家说明一个道理：怎么样能把日语说的把日本人都骗过去呢？其实啊，并不需要掌握很复杂的日语表达，也不一定说你考过 N1 了，拥有10000以上的词汇量，你就能把日语说得很厉害。其实秘诀就是。把最简单日常的表达像日本人那样展现出来就可以了。详细来说的话，老师觉得可以归结为3条：第一，发音要准；第二，表达方式要日式地道；三，配合日本人惯用的表情、眼神、肢体语言等等。如果能做到这3条的话，即便你说的日语只是明日はちょっと这种简单的表达，日本人也会觉得你的日语超级地道哦。说到这里，大家一定想知道叶子老师是用什么方式锻炼自己的绘画能力的吧？这个咱们先卖个关子，在以后的课上，老师会再逐步传授独门心法给大家的。最后再声明一下，我对阿尤米酱可没有任何的意见。了解他以后呢，我发现他是一位非常棒、非常敬业而且努力的歌手，很值得钦佩。好，闲话就说到这了，咱们回到课堂，看一下下一个句子是。ダメですか？ダメですか？ダメですか？ダメ是不行、不可以的意思。好，这里大家注意一下，最后的这个か呢是要降调的，在这里是表达自己遗憾的心情，一种感叹的语气，翻译过来就是不行啊这种感觉。ダメ是不行、不可以的意思。如果把这句话改成陈述句，那就是ダメです、不行，表示拒绝的意思。比如你弟弟问你，姐姐，你的作业能借我抄一下吗？你义正词严地拒绝道，ダメです。自己的作业应该自己做嘛。好，最后一句话，また今度お願いします。また今度お願いします。また今度お願いします。下次请再叫我。这是用于拒绝对方邀请后使用的一句话，是为了向对方表达，我不是因为嫌弃你，不想接受邀请而拒绝的，而是实在没有办法。如果下次有机会的话，我一定会答应的，这样的一个意愿。好，最后是一个人名，小沢誠二。小沢誠二。小沢誠二。小泽征尔。他是日本著名的指挥家，拥有十分高超的指挥技巧，被称为世界3大东方指挥家之一。说到指挥家，我就想起一部动漫《のだめカンタービレ》交响情人梦，男主角的梦想就是成为世界顶级的指挥家。其实这部动漫我是在看了电视剧版本以后才看的，电视剧版本是由玉木宏和上野树里主演，感觉也很棒哦。这部作品真的很有意思，
一边看还能一边欣赏美妙的古典音乐，真是一举两得，所以呢，在这里推荐给大家。好，接下来进入正式的绘画学习吧。本课的绘画题目是残念です，很遗憾。为什么很遗憾呢？咱们看了视频就知道了。一緒に動画を見ましょう。もしもし。もしもし、ミラーです。あ、ミラーさん、こんばんは。お元気ですか？ええ、元気です。木村さん、小沢誠二のコンサート、一緒にいかがですか？いいですね。いつですか？来週の金曜日の晩です。金曜日ですか？金曜日の晩はちょっと。ダメですか？ええ、友達と約束がありますから。そうですか。残念ですね。ええ。また今度お願いします。もしもし、ミラです。几天不见，ミラさん又有了一位新朋友，キムラさん。难道是上次和佐藤さん一起去赏花的时候认识的吗？还邀请人家去听演奏会，明显是被可爱的 Kimura桑迷住了。不过从 Kimura桑挂电话的果断程度来看，我想他应该对 Mira桑没有什么兴趣吧。而且更让人大跌眼镜的是， Mira桑惨遭 Kimura桑拒绝以后，二话不说立马又打电话去邀请其他妹子了。是 Mira桑人不靠谱，还是我想太多了？Yes， 我们来看他们俩的对话吧。听到电话接通的声音，ミラーさん赶紧自报家门。もしもし、ミラーです。喂，我是米勒。キムラさん表现得很高兴。啊，ミラーさん、こんばんは。お元気ですか？首先是表示惊讶的啊，然后说是米勒啊，晚上好，最近好吗？ミラーさん回答，ええ、元気です。嗯，我很好。キムラさん、小沢誠二のコンサート。一緒にいかがですか？那个木村小姐啊，小泽征尔的演奏会要不要一起去呢？也可以把语序调整为更自然的，要不要一起去听小泽征尔的演奏会呢？从寒暄到聊正事之间，ミラさん用了一个あの来衔接，一下子就有一种很自然的感觉了。大家也要善用这个あの，要记得在说正事之前加上这个あの，好让对方有个心理准备。好，看看 Kimura さん是怎么回答的呢？いいですね。いつですか？不错啊，什么时候？他先是显示了自己的兴趣，然后呢再询问对方时间，看看是否有冲突。Mira さん说道，来週の金曜日の晩です。这个怎么翻译呢？下周五晚上，对吧？ Kimura さん回应道，金曜日ですか？周五啊。他赶紧翻翻记事本，却发现那天已经有约了，于是略带遗憾地说，金曜日の晩はちょっと，周五晚上不太方便。什么什么はちょっと表示拒绝不同意，大家一定要记得这个表达哦。这时ミラーさん又遗憾地感叹道，ダメですか，不行啊。听到ミラーさん这么沮丧的声音，キムラさん进一步解释道，哎，友達と約束がありますから。是啊，因为和朋友有约了。友達と，和朋友，这个と要放在名词的后面哦。約束があります，有约。から接在句尾，表示原因理由。好，话说到这里，ミラーさん只能表示遗憾了。そうですか、残念ですね。是吗，真是遗憾啊。キムラさん最后客气道，
ええ、また今度お願いします。是啊，请你下回再约我吧。然后啪的一声，果断把电话挂了。好，这回的绘画就是这样。本课我们主要是学习如何拒绝对方的邀请。日本呢是这样的，你如果是要拒绝对方的邀请呢，一般不好一开始就一口回绝，而是要先表达出开心，非常想要答应的心情，但是由于种种情况，所以不得不拒绝。一定要把这种心情传达给对方，最好是能够说明一下拒绝的具体原因，对方也会比较好接受一些。你如果不给出理由就坚持要拒绝的话，对方可能会以为你只是在搪塞他而已。虽然有可能你真的只是搪塞他一下，也最好是找个理由比较好哦。最后呢，要表达出遗憾的心情，再表达一下希望他下次再邀请你的意愿，这样的话一次完美的拒绝就完成啦。你学会了吗？もしもし、ミラーです。あ、ミラーさん、こんばんは。お元気ですか？元気です。あの、木村さん、小沢誠二のコンサート、一緒にいかがですか？いいですね。いつですか？来週の金曜日の晩です。金曜日ですか？金曜日の晩はちょっと…ダメですか？友達と約束がありますから。そうですか。残念ですね。また今度お願いします。啦啦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 ，なんだかいいこと起こりそう。好，本课的参考词汇部分是关于音乐、sports、映画，也就是音乐、体育、电影相关的单词。在这些单词里找到你喜欢的类型，然后用上什么什么が好きです这个句型来描述你的爱好吧。来，跟着大成老师读起来。音乐、sports、映画。音楽、ポップス、ロック、ジャズ、ラテン、クラシック、民謡、演歌、ミュージカル、オペラ、映画、SF、ホラー、アニメ、ドキュメンタリー、恋愛、ミステリー、文芸、戦争、アクション、喜劇。スポーツ、ソフトボール、サッカー、ラグビー、バレーボール、バスケットボール、テニス、ボーリング、スキー、スケート、野球、卓球、ピンポン、相撲、柔道、剣道、水泳。ゆか先生、こんにちは。こんにちは。刚才ゆか先生带大家熟悉了一下关于音楽、スポーツ、映画相关的单词，那我们今天就分别来聊一聊这些吧。いいですよ。じゃあまずは音楽ですね。はい。ゆか先生はどんな音楽が好きですか？ゆか老师喜欢什么样的音乐呢？そうですね。J-POP が好きです。あ、J-POP は日本のポップスのことです。ああ、そうですか。じゃあ私も J-POP が好きです。
そしてジャズも好きです。そうですか、ジャズも好きですか。はい。じゃあゆか先生の好きな歌手は誰ですか？そしておすすめの歌は？はい、多分中国であまり有名じゃありませんが、ポルノグラフィティという2人組の歌手がすごい大好きです。おすすめの曲はメリッサです。あのアニメの鋼の錬金術師で使われていました。ああ、そうですか。在動漫《钢之炼金术师》里出现过的这首《Melissa》就是他们唱的。既然是 Yuka 老师推荐的，我回来一定好好听一下。じゃあ次は映画。先生はどんな映画が好きですか？そうですね、コメディとかアクションとか、あと恋愛ストーリーも好きです。そうですか、私も好きですが、やっぱりミステリーが一番好きですね。ああ、そうですか。あ、東野圭吾のミステリー映画は面白いですよね。そうですね、面白いですね。私、東野圭吾が大好きです。あ、そうだ、先生の好きな俳優は誰ですか？私は藤原竜也が好きです。あ、わかる、デスノートの八神ライトですね。そうです、そうです、演技がすごい良くて。そうですね、好きです。私も好きです。好、那接下来我们再聊一下スポーツ吧。スポーツは好きですか？好きですよ、でもあんまりしませんそうですか。じゃあどんなスポーツが好きですか？バドミントン。高校生の時バドミントン部でした。おー、すごいですね。私なんか全然ダメです。あ、イエズラオシミミンカンチラ運動很好。スポーツ嫌いですか？スポーツがまあまあ好きですね。バスケットダンスが好きです。でも水泳とかランニングとか全然ダメです。我跑步啊，若是超过两分钟，就有一种很想吐血的感觉。上学的时候都是偷偷蒙混过去的。なるほど。でもランニングは体にいいですから、頑張ってください。はい、これから頑張ります。好，那我们今天呢就聊到这儿吧。大家也要多做运动，锻炼身体哦。拜拜。さよなら。続いては復習です。好，进入今天的复习环节。首先是单词，来跟老师一起朗读一下。わかります。あります。好き。好きな。嫌い。嫌いな。上手。上手な。下手。下手な。料理。飲み物。スポーツ。野球。ダンス。音楽。歌。クラシック。ジャズ。コンサート。カラオケ。歌舞伎。え、字、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、細かい、お金、チケット、時間、用事、約束、ご主人、夫、主人、奥さん、妻、家内、子供、よく、だいたい、たくさん、少し、全然、早く、から、どうして、残念です。残念ですね。すみません。もしもし。ああ。一緒にいかがですか？何々はちょっと。ダメですか？また今度お願いします。
次は文法と会話の復習です。ちゃんと覚えておいてくださいね。一、原则上他动词前面的对象呢是要用助词 o 来连接的，但是在以下几种情况下动词的对象要使用 ga 来连接。一、表示所有物，比如私は車があります。二、表示能力的对象，比如私は日本語がわかります。三、表示嗜好、兴趣等情感的对象，比如私は猫が好きです。二、どんな加名词，表示询问某个名词范畴的事物或者事物的具体名称，比如どんなスポーツが好きですか？サッカーです。三、接在动词前面的程度副词よく、大体、たくさん、少し、あまり、全然等等的用法，区别我们在图表中已经标记出来了，大家可以参照图表和例句来理解。另外少し和全然也可以修饰形容词，比如ここは少し寒いです、あの映画は全然面白くないです。四、から将两个句子连成一个句子，句子一是句子二的原因理由，比如時間がありませんから新聞を読みません，因为没有时间所以不读报纸。句一和句二也可以倒装，但是から一定要接在原因句的后面，比如问毎朝新聞を読みますか？答読みません、時間がありませんから。五、询问原因的疑问词どうして，你可以直接用どうして来询问对方原因，如果想要问的礼貌一些呢，可以说どうしてですか，为什么呢。如果要加其他的成分，どうして一般放在句首，比如どうして君を好きになってしまったんだろう，为什么会喜欢上你呢。回答的时候记得用上我们刚刚学过的表示原因的から哦。六、拒绝别人的邀约时一般先表示高兴的心情，再陈述拒绝的理由，最后再表达希望再次被邀请的意愿，这样的话就能很礼貌的拒绝掉邀约了。什么什么哇ちょっと是拒绝的时候非常常用的一句话，要记牢哦。よし、復習はここまで、ちょっと練習しましょう。ララララララ俺メリーが好き。终于到了欢乐的听歌时间了，今天我们来听一位比较有个性的偶像歌手的歌曲吧，来自阿卡尼西金赤西仁的 Eternal， 永恒的意思。赤西仁原属于日本偶像男子组合 Cartoon， 后来自己单飞发展，并且瞒着事务所和女星 Kuroki Meisa 结婚，引发轩然大波。撇开他身上纷纷扰扰的事情不谈，这首他自己创作的歌曲我觉得还是蛮好听的，大家一起来欣赏一下吧。
簡単な言葉じゃ伝えることができない。一年に一度の特別なこの日を何度でもいつまでも一番近くで無邪気な笑顔変わらない仕草一つ一つ全てが宝物あなたが笑って生きてるただそれだけで嬉しくて暖かくて優しくなれる僕の未来を照らしてる綺麗ないほどの思い出これから